は一生懸命働いてルピーをすべて貯めて、この高価な四輪車を購入しました。そして今日初めてこの車を運転します。私の車をこんなひどい状態にしたのかわかりません。しかし、私の車を破壊した者と私は戦うつもりです。復讐してやる。あの邪悪な人は私の家の前に座って邪悪に笑っています。私は彼を罰します。神聖なヨガの力を目覚めさせ、私の車を破壊した邪悪な男を倒しました。僕は私の強力なパンチを食らった後、沈黙した。復讐は果たしましたが、高級車はなくなってしまい、もう戻ってきません。